入らないでください入っちゃいけません。何かあったんですか。いや、聞くも涙語るも涙の事件がありました。横浜の真金町の77歳になる老噺家が旅から旅で落語をやって一生懸命稼いでるのに、家族はその間ハワイ旅行へ出かけ、その老噺家は楽屋でもらった弁当を一人寂しく温めて食べてたんですが、ここ 2,3 日落語の仕事も地方の仕事もなく、弁当ももらえずに、しまいには水道に口をつけたまま干からびて亡くなったという。山田君、山田君、全員の全部飛んだ。私は誰かが一人ぐらいは文句を言ってた。そうしたら全員でうなずいてやる。私から回答者へのおもてなしが済んだところで、今週はお別れしたいと思います。危険人物、危険人物、危険人物。